先ほど皆さんが間違えていた滋賀県難波。あ、もういいで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 、もう無理だよ、滋賀なんて分かんないよ。滋賀ここら辺、ここら辺なんだよ。ねえねえ、ここら辺滋賀って、ここら辺なんで、さっきやったやん。さっきやってないよ。やってないよ。え、さっきのとこでしょ。違うよ、それは四国ね。あ、ダメで言っちゃう、ね、うん、ごめん。え、滋賀でしょ。いい、はい、どうぞ、いいですよ。どうぞどうぞ。滋賀と佐賀がな。滋賀県佐賀が、でも多分こっち側だから。どれ、え、佐賀がどっち側。佐賀こっちら辺じゃん。で、滋賀多分もうちょっとこっちら辺な気がするんだよね。いいとこはついてます。そう、あの、ほら、S なんとか佐賀の曲、あの、こっちあったかい国いいじゃん。なあ、わかんの。滋賀はわかんない。滋賀は多分もうちょっとこっちなんだよね。滋賀、25か18とか行っとこうかな。え、佐賀か、別に滋賀。滋賀か、あ、滋賀ね。本当に分かんない。当てずっぽでいけ。もう当てずっぽでいきます。はい、え、ねえねえ、滋賀だよ。だから滋賀ね、滋賀。うん、じゃあこれでいいですか。どうぞ。さっき自分で出してさ、言ってたよ、滋賀はこっちの方で、滋賀はこっちの方なんだって。いいと思っちゃって今。違う、佐賀こっちらへんじゃん。で、滋賀多分もうちょっとこっちらへんな気がするんだよね。いいとこ。ねえ、なんか優しくない、メイにも。いや、さすがにかわいそうかなと思って。なんかだってちょっと言ってたのに。言ってたね。あ、待って、うちも変えようかな。うわ、え、もう最後だよ。はい、帰るなら帰で。待って待って。滋賀ってさ、いや、来ようと思ってたんですけど、っていいかも。いいかも、いいや。いいね、うん、帰らなくていいのね。どっちか。え、ちなみに滋賀と大阪どっちが遠い？ダメです、それは。だって優しくないじゃん。それはさすがに言えないし、言ったら分かっちゃうじゃん。多分僕ないかないか。オッケー。あ、ちょっと待って、違う、帰るわ、帰る帰る帰る。待って、うちも帰りたい。いいよ、じゃあ最後ね。最後ですよ。オッケー。はい、帰れ。帰った。いや、行くよ。はい、はい、6問だ、今。第6問目、滋賀県何番、オープン。24番。27か29で迷った。ああ、え、37や。じゃあこれは違う、これあの違う県だと思う。27、滋賀県25番です。え、ここです。これさ、ちょっと分かりづらいんだけどさ、琵琶湖があんのよ、ここの。うわ、クソ分かりづらいよな。うわ、これ一応でも琵琶湖分かってない、絶対分かってない。あってたのに。お肉ない。二人とも不正解。それでは何番にしようかな。なんかすごいなってね。うん、コーヒー飲んでるからだよ。じゃあ44番。あの、ここは何ですか。九州。ここ九州、うん、あ、44番。
ちょっとまず九州言ってていい？いいよ。福岡、うん、宮崎、うん、鹿児島、うんうん、福井、福井違うね。待って、福岡、鹿児島、宮崎、あったかい地方、あったかい地方、熊本、うんうんうん、いつもと長崎、長崎か、長崎ちゃんぽんね、佐賀言った、佐賀じゃない、 1,2,3,4,5,6,7 個ある。福岡、長崎、佐賀、熊本、鹿児島、どうなんだ、じゃあここが鹿児島だね、でここが奄美だ、あ、ここ、ここか、ここか、ここが奄美だから、これが鹿児島だ、で、これでしょ、これ一番近いとこね、もう一回言ってってごらん、言ってないやつかもしれない、もしかしたら宮崎、福岡、鹿児島、なんだっけ、滋賀、佐賀な、佐賀、福岡、どこで生まれたって言ったっけ、長崎、長崎、おお、多い、多い、あ、大分、大分、でも多分ここら、こちらへんな気がするんだよね、いや、大分九州だよね、え、大分九州、いや、もう分かった分かった、え、44だよね、これだよね、ここ、そうそうそう、44、なんか形的にな、福岡っぽいんだけど、違うのかな、九州って7個だよね、1,2,3,4,5,6,7個だよね、7個行った、行った、福岡、長崎、熊本、佐賀、鹿児島、勝負に出る、当てても当てなくても、44だよね、うん、あ、もう分かった分かった、うん、何回も書き直していい、うん、形で覚えてた気すんだよね、多分ね、飛行機の時にね、こんな形してた気がする、だから合ってればいいな、はい、はい、7問目、44番オープン、宮崎、福岡、44番の県は大分県です、やっぱね、一番最初に見て大分って書いたの、うん、見えた、宮崎はなんかこっちでしょ、いや、ね、宮崎もっとちっちゃいよ、福岡はもっと宮崎は多分ここら辺だよ、ここか、ここ知らんけど、難しい、もうやりたくない、頑張ろう、ぜひじゃあ奈良の何番、あ、これは分かるっしょ、あ、はいはいはい、奈良の20番、ダメや、言っちゃう、もうじゃあ後輩のおかんだよね、早っ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 、スピードは、スピードは、うん、スピード、それダメ、ちょっと、じゃあ最後にしよう、それは最後にしよう、ここまでだったら言える、ここまでだ、そんな私も言えるわここまでだったら言える、私はここまで言える頑張れば、間違っててもいいなら、じゃあ、はい、まあ簡単なとこ行くわ、はい、23番8問目、こんな簡単、こんな、ん、これ23、うん、推理していい？一旦推理したい。何の推理だよ。指で数え出すんだよ。なんで指で分かるの？指は分かんないけど。逆にすごいよね。怖い逆に。
方面推理鬼長いコナン君だからね、JR 側だ、JR 側で神奈川方面、横浜通り抜けたら行くのどこ、どうなの、分かんないか、いやでもこの件はね、形で覚えた、私も形で覚えた、ね、だよね、うん、大体 形が特徴的だと覚えやすいかも、うん、その隣の件も形で覚えるね、大体、うん、そうだね、うん、知らないんだけど、だ逆にさ、この密集、近畿と中国と四国は形で覚えにくいんだよ、うん、だからみんな覚えらんないの、うん、そう、制限設けてもらっていいですか、英語多分査定してるんで、はい、わかんないよ、なんだろう、なんかすごい、ナナさんのドヤ顔がすごいです、みーさん、お隣の方見てください、真剣だからこっちは、あ、わかった、餃子だ、餃子の町だ、餃子の町って、餃子の町は宇都宮だよね、宇都宮は、でも宇都宮ってもっと近いよね、きっとここら辺だって横浜の先だもんね、わかんないか、宇都宮はちなみに何県か分かってる、分かってない宇都宮は何県か分かりません、宇都宮、でもこれ宇都宮、あ、埼玉埼玉じゃない、よし、では、いけそうですかね、はい、ちょっと待ってください、はい、はい、お待たせいたしました、第8問だよね、8問目、23番の件オープン、愛知県宮城、これはベルサイユ風の目、愛知はだから四国だって、え、愛知だよ、ここここ行ってやって、こんな先生、こんなところにいいんだ、セクシー先生行ってやれ、あ、愛媛か、四国か、間違えた、あ、愛、愛だ、愛が重なっちゃってた、はい、はい、第8問目、愛知です、ありがとうございます、カンガルーの形って覚えてる、私ゴリラって習った、カンガルーだな、あ、もうカンガルー、どこかだよ、じゃあはい、簡単なとこ行くよ、8にしようかな、8、分かんだろこれは、さすがに分かんねえよ、千葉の上、千葉の上、あ、オッケー、千葉の上、千葉の上、千葉の上、東京、何してた、8番は東京に面していますか、面していませんか、自分で見ればわかるでしょね、面してない、八番は面してない、ということは、それでも分かりません、私も8番、はい、判定してるけど、いつもなんか正解うまくいってないから止めて千葉の上、千葉の上、千葉の上、千葉にアフリオがいっぱい、わかりません、頑張れ、え、わかんないもん、関東、これここは関東なんですか、8番で関東です、か
関東か。ひらがななんとこ、ひらがななんとこ、ひらがななんとこあるっけ。あー、ひらがななんとこかもしれないよ。ひらがなの件なんてわかる。いや、言ってる意味わかる。ひらがな、どういうこと。ひらがなっぽいとこっていう。ひらがな、どういうこと。ひらがな、ひらがな、ひらがな表記じゃなくて正式名称が、うん、で、なんか発音で、ま、2パターンわかるよね、これ。発音で2パターン分かれる。どっちで読んだらいいんだろうみたいな。ねえ、ヒント出してる。だってすごい分かってないんだもん。ねえ、言われとるぞ。いいかそれで。ねえ、何文字ですか。4文字です。4文字。4文字。ゴールデンウィークに結構みんな行く。思ってた。ゴールデンウィークでみんな行くか。みんな行くわ。いろんな行くよね。あ、じゃあじゃあそこにメイクチェックかもしれない。ネモフィラ、ネモフィラ絶対ネモフィラの場所よかったな、夢。うん、軽井沢だ。長野な。あ、長野じゃん。それは、それはない。あ、3文字じゃん、長野。4文字？長野20番ってさっき自分で言ったでしょ。長野何番？あ、これはわかるっしょ。あ、はい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 。長野20番。群馬だ。ん？8番群馬じゃない。11番群馬。わかんない。でもさ、この海に面してんだよね。ウィーウィー、東京まずどこ？13。え、で、11番は東京の上ってこと。群馬。いや、10が群馬かなって思ってる。9、19か10が群馬らへんかなって。で、千葉でしょ。じゃ、関東のさ、県行ってみる。関東がわかんないよ。行ってごらん。まで、あ、県11番、埼玉だ。おお、埼玉と埼玉、神奈川、うん、千葉、うん、群馬、うん、まだある。自分のところ住んでるとこ行ってないよね。あ、東京、東京、埼玉、千葉、神奈川。頑張れ頑張れ。ちちち、もう一個ある。関東まだあるよ。2個ある。まだ2個。もう出てこない。箱根のところだ。箱根のところは関東。うん、関東。それがわかんない。箱根がある場所がわかんない。箱根はもう言ってる。め、自分で県。箱根がある県は言ってる。え、言ってる。うん。前回言ったよね。うん、それじゃない。群馬の話、それは。うん、前回。草津の話だよね、それは。箱根は群馬じゃないよ。箱根はあれ、神奈川でしょ。うん。あ、神奈川なんだ。神奈川か。じゃあここはどこ？上なんだよね。出てこない。関東がわかんないな。ちょっとこれ YouTube に上げるのやだね。ギブアップしますか。書きますか、はい、ギブアップで、はい、いいですか、はい、では8番の件、ナナさんオープン。上手。うん、上手。茨城。茨城。ギかキで迷う人がいるんだよね。茨城キですよね。そう、正解です。ではラスト問題いきたいと思います。最後どうする。ポイント10。ポイント10、早押しポイント10にしようかな。じゃあ45番の件。はいはい、どうぞ。熊本県。ぶぶ。え、はい、どうぞ。福岡。ちげえよ。ぶぶ。え、待って待って待って。え、これ44。あれ、はいはい。宮城県。宮崎県。はい、宮崎県。宮崎県。正解。やっちゃ、つまんねえ。ちょっと漢字を入れたいな。はい、では締めを2人でお願いします。今日はThank you.
頭は悪くても生きていけます。頭がいいだけが全てではありません。これをの YouTube を見てみんなが元気になりますように。さあ皆さん、日本人なら都道府県ぐらいは分かっておきましょうね。ぜひ都道府県クイズやってみてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。